ロキは北欧神話に登場するいたずら好きの神。その名は閉ざす者、終わらせる者の意。神々の敵であるよ。トゥンの血を引いている。巨人の血を引きながらも、オーディンの義兄弟となってアースバルズに住み、オーディンやトールと共に旅に出ることもあった。変身術を得意とし、男神であるが時に女性にも変化する。自身が変身するだけでなく、 他者に呪文をかけて強制的に変身させたこともある。美しい顔を持っているが、邪悪な気質で気が変わりやすい。狡猾さでは誰にも引けを取らず、よく嘘をつく。空中や会場を走れる靴を持っている。元は火を深刻化した存在だったと考えられており、ワーグナーの学劇、ニーベルングの指輪に登場するローゲは、その点が強調されている。なお、 巨人の王ウルトガルザロキ及びその宮殿で相まみえるロギとは三者同時に登場する神話が残っているので別人のようだが混同されることもあったらしくサクソグラマティクスのデンマーク人の自責にはロキのように地下に縛られ遊兵されているウルトガルザロキの話がある巨人出身ながらもオーディンの義兄弟となりアースガルズで暮らしている 北欧神話最大のトリックスターという説もあるが、口述の邪悪な面を見せることから、キリスト教の伝播に伴い、サタンの影響を受けたとの説もある。アースガルズに、厄介児を持ち込む一方で、オーディンの槍、グングニールをはじめとして、トールの土、ミョルニル、フレイの船スキーズブラズニル、黄金を生み出す腕はドラウプニル等を騙して、作らせたり、 小人のアンドバリから黄金を奪うなどして、神々を窮地から救い出すなどの役に立つ一面も持つ。最も仲が良いとされるのは、雷神トールで、連れ立って巨人の国を冒険している。その際トールは、ロキの悪知恵によって何度も、窮地を逃れる。アングルボザとの間に生まれた三人の子供はどれも、怪物の姿だったため、大蛇、ヨルムンガルドは、海に投げ捨てられた。 また狼フェンリルは、後に王政が作ったヒモグレープニルで縛られた。半身が腐っているヘルは、冥界ヘルヘームに投げ落とされそこの支配者になった。メス馬に化け、馬のスバジルファリとの間に八本足の馬、スレープニルを設けている。ウルトガルズの宮殿では、ロギと早食い競争で勝負したが、ロギは、彼の前に完敗した。なぜならば、 ロギの正体はノビだったからである。スルトの妻シンモラが持つ剣、霊馬天は、ロキがニブルヘームの門で、ルーン文字を唱えて作り上げたとされている。18世紀の写本、NKS1867-4-2 に描かれた、ヘズをそそのかして、バルドルを殺害させたロキ。拘束されたロキと、毒蛇が垂らす毒を器に受けているシギュン クリストファー・エカスベア・ヘズをそそのかして、バルドルを殺させ、またローバセックに変身して、バルドルが蘇らないように仕向けた。神々の縁に乱入し、そのことを明かすとともに、集まっている。神々の過去の罪や恥辱を一人ずつ暴きたて巧みに、抜刀する。後に神々に捕らえられ、巨大な岩に息子なりの蝶で縛られて、ホラーナに遊兵される。そこは、 蛇の毒液が滴り落ちる場所で、いつもは、妻の死群が器を持って、それを防いでいる。しかし、その器がいっぱいになり、彼女が捨てに走るとき、一瞬だけ頭に毒液が当たり彼は苦痛のあまり、大声で叫びみをもじるという。その影響で地上に起きるのが地震であるとされる。ラグナロクにおいては、戒めが外れ、巨人族を率いて、 アース親族を滅ぼすために出陣した。しかし最後は、ヘイムダルと相打ちになり終わった。ロキの呼び名としては、以下のものがある。ロキの別名という説がある名前、リヒャルトワーグナーの学劇、ニーベルングの指輪には、ロキに相当するカシンローゲが登場する。画像は、第一日、ワルキューレのラスト、ブリュニヒルデの眠る岩山を守る炎となるべく、 ボータンの召喚に応じて現れたろうゲ。ありがとうございます。